はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、水処理薬剤の現場測定ができるタイプのメリットについてお話をしたいと思います。冷却水にですね、水処理薬剤をこう添加して、一般的にはですね、水をサンプリングして、そしてその水を分析センターに送って、詳細な分析をすることでこう薬剤濃度をこう判別しているかと思います。これは水処理薬剤をですね、使用すると冷却水とかボイラーではこういった薬剤濃度を管理するっていうのはですね、非常にこう重要なことでして、そのためにその分析を行って濃度を調整調べていると。で、そうやって分析センターに送ってですね、実際その使用されているお客様の手元に分析書が届くのがですね、大体2週間から3週間ぐらいかかっていると思います。で、それをですね、今私たちがやっているのは、こういった現場でのですね、ポータブルで測定できるタイプ、ここに薬剤を、冷却水をですね、入れまして、そして水処理薬剤の濃度を測定するということができます。分析センターに送って詳細なこう機械でするのと比べるとですね、若干のこう、ずれというかですね、はあるんですけど、それでもですね、ほぼ近い値が出てきます。で、これがですね、現場ですぐ水処理薬剤の濃度が分かるとですね、その場でですね、濃度調整を行うことができます。例えば、測定して非常にその濃度が高かったとするとですね、それに合わせて薬剤の添加量、薬中ポンプの設定をですね、変更することができるということです。で、それをタイムリーに行うことによって、薬剤の無駄を防いだりとかですね、で逆に薬剤が入っていないっていうのもその現場で即わかりますんで、その都度ですね、ポンプの調整を行うことができる。それとか、薬剤が通常入っていなくてはいけないのに、濃度が検出されないということは何かトラブルがですね、起こってるんじゃないか。そういうふうな予測がですね、立てることができるということです。で、これがやはり分析センターに送って2、3週間後の話と、その現場で即判断ができるというのではですね、やはり設備トラブルをこう回避するという意味では非常にその効果的なことでもございます。なので、当社がですね、今管理をさせていただいている冷却水の現場はですね、どうかな、9割ぐらいはですね、この薬剤の濃度を測定できるタイプを使用しています。もうそれにも慣れてしまってですね、もうその方が非常にその管理がしやすいということもございまして、当社ではですね、現場測定型の水処理薬剤を今お勧めしているというところでございます。はい、今日はですね、現場測定タイプの水処理薬剤のメリットについてお話をさせていただきました。で、昔のタイプはですね、そういう測定タイプがなかったんで、今それを測って現場で分かるかというと、薬剤をこう切り替える必要があります。ぜひ、タイムリーにそういった調整を行いたいという方、お客さんいらっしゃったらですね、お問い合わせいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。